こんにちは、イです。今日サブチャンネル一発目のテーマは、服屋で店員に必ず、お兄さん、高身長ですね。服何でも似合うでしょと言われてきたと思いますが、なんと返答していますかいつも何て言ったらいいか困ってしまうんですよね。なるほどね。まあ、確かに僕は高校ぐらいから、まあ、ずっと身長がね、高いんで、言われてきました。高身長だね。服何でも似合うよね。とかね。確かに言われる。まあ、そういう時はですよ。返す言葉は。 一つです。まずは、ありがとうございます。はい。これです。一回受け入れる。で、その受け入れた後で、いや、でもただでかいだけなんですよ、とか、なんかここがね、とかね、足が短くてね、とか、なんかそういうこう、クッションになるような言葉を入れる。例えば僕だったらよく使うのは、いや、父親も大きいんですよね、っていう、遺伝なんですよ、これ、とかって言って、まあそうなると、え、父親お父さんいくつあんのじゃあお父さんこれくらい身長あって、 とかってなると、まあ、ちょっともう二言三言進んでるじゃん、その人と。コミュニケーションがね。まあ、そういう感じ。うん。あんまこう、ズバンと切り捨てないように。せっかくだって褒めてくれる。自分が販売員やってたらさ、あー、お兄さん、かっこいいっすねって言った時に、あ、いや、って言ったらなんか、うん、うん、みたいな。時間流れちゃうじゃん。でも、いや、ありがとうございます。いや、でもほんと全然そんなことないっす。とかって言えば、なんかさ、 まあまあまあ、進んでいくじゃん。いやいや、マジかっこいいっすよ。みたいな感じでこう進んでいくじゃん。だからその、会話の流れを止めないように、一回まずその褒めてもらったってことに対しては、ありがとうございますって僕はいいんじゃないかなと思ってる、ね。販売員の時とかも、そんな感じだからね。お客さんから、お前らの生徒がかスタイルいいなって言ったら、ありがとうございます。いや、でも、何々様には勝てないっすよ。みたいな感じの方が、まあ僕はいいと思うので、うん、まあ一回受け入れるっていうのは、何でも大事かなと僕は思います。はい。次。計算の顔月の手入れの方法や頻度、教えてください。 方法方法はでも僕、至って普通ですよ。うん、至って普通で、まあ、ブラシで汚れ落として、クリーナー、クリーム。まあ、クリームは、えっ、ー、と、透明というか、白のね、無色のやつか、えー、黒を使い分けて、に、最後、まあ、そのグローブみたいなのをはめて、ちゃんとこう仕上げて、っていうぐらいで、そんなに特別なことまあ、あの、シンプルな革靴が僕、ないんで、結構変わってるんでね、どれも。 あの、磨く範囲もちっちゃかったりするから、そんなに凝ったことはやってない。頻度は、うーん、わかんないけど、とりあえずまとめて、2週間に1回とか、最低でも月に1回ぐらいは磨くかなうん、2週間に1回ぐらいはなんか磨いて、その時磨かなかった靴、じゃあ次の週磨こうかなとかぐらいで、はちょこちょこやってます。まあもともと結構好きになって、革靴磨いたりするのがね、あの、 あの、クリームの匂いとかね。うん。あの、好きなんで、なんかこうやってますね。まあだから2週に1回とか3週に1回くらいは、ちょこちょこちょこってやる。そんなにでも、マジでガチですげえ、もう、シャーみたいにやってるかっていうと、まあなんとなくなんか見ながらシャーって見かけた。まあ綺麗になったなー外、外1回見て。うん。で、感じ <laughs> です。はい。次、えー、僕は以前ロンドンのブランドのバッグをポチって、イギリスではなく丸々製でショックを受けました。これは、 別に隠す必要もないと思うんですけど、中国製ということかなえケ、ー、イさんは製造国を気にしますかうん。気にしないかも。服見るときメイドインなんとかってそんな気になるかな僕なんか、まあこれちょっとね、生きてるかもと思われるかもしれないですけど、目を信じてるというか、自分の服を見てきた、そのすべての経験値って目と脳みそに、 こう、なんていうの、蓄えられてると思うんで、それを信じてますね。それで僕が触っていいと思った。見た目もいい。生地の光沢もいい。ああ、もう触ってもいい。と思ったら、それが別にメイドイン中国だから着ないとかっていうのは、まあ、中国とかメイドインチャイナだから着ないっていうのは、僕はないかな。まあ、あんまり普段買うような、ね、どっちかっていうとそういうラグジャリーとかがやっぱ好きなんで、あんまメイドインチャイナってないっちゃないんですけど、 まああんまり気にしないかな。まあこのメイドインって結構難しくてさ、まあ、僕もすごい詳しいわけじゃないんだけど、まあ、ラグジュアリーとかで働いてる時もやっぱすごいこだわってる人いるの。とにかくメイドインフランスかイタリーじゃないと嫌だっていう人がいて、でもブランドによっては、例えば革はメイドインスペインであの作ってて、でも洋服はメイドインイタリーだったりフランスだったり、もしくは特別な技術だったら他の国だったりとか、結構ばらけてることがあるのね。 で、例えばさ、財布を紹介すると、これってメイドインフランスですかって言われて、いや、これはメイドインスペインの工場で作ってます。あ、じゃあいらないです。っていう人とか、いるんだけど、お前本当に分かってんのかっていうふうにまず一つ思ったりするし、で、あと、このメイドインって、その、例えばね、例えばですけど、フランスの生地、フランスの素材を使って、スペインのアトリエで加工をした。最終的にはスペインのアトリエで作ったってなったら、 メイドインスペインってついてる可能性もあるじゃないですか。だから、どの国で生まれたって書いてあるけど、実際使ってる素材が全部その国のものでは僕はないと思うのでね。なんかそんなに気にする、こんなにグローバルで、まあ僕あんま好きな言葉じゃないですけど、多様性多様性ってね、言われてるのは世の中で、まあ中国がね、これだけまあ、まあいろいろありますけど、ね、いろいろあるし、確かになんかこう、あーってこうイライラするような作りのものも、確かにちょっと安い服とか見てるとあったりするけど、 でもこれだけ技術も進歩してる。まあ、世界でもトップクラスに大きい国で。いろんな国からビジネスで中国に参入してる。優秀な人もたくさんいる。って考えると、もうね、ここで判断するのは、まあ、人時代僕は、うーん、まあ遅れてるかなと。まあもちろんね、これがイギリスで作られてるとかね、この方みたいに、もうフランスで作られてるメイドインフランスだと思って、 買って、実はメイドイン、例えばチャイナとか別な国で、ショックを受けるって気持ちはわかるけど、わかるよ。わかるけど、まあ、そのものが良ければ、まあ、僕は最終いいんじゃないかなって結構思ってる。はい、次。ケイさんの中でスラックスに一番合うと思うトップスは何ですかこれはだから、どこどこのブルゾーンとか、どこどこの T シャツとかっていうより、もうとりあえずアイテムでいいんかなうん、まあ、スラックスの種類がわかんないからそうなっちゃうけど、ま、あジャケットでしょって思う。<laughs> やっぱり、まあ、そもそもジャケットとね、スラックスってセットなものだし、そこから派生して、こう、スラックスっていっぱい作られてるだけだと思うので、やっぱり、同じ素材で上のね、そのジャケットだったりとかがあった時のあの、ハマった感じって、まあ、他のアイテムにはなかなかできないことだと僕は思うので、ただ、時としてそれがつまらなく感じたりとかするので、僕は。だからこそあんまり僕セットアップってしないんですけど、でもやっぱまあね、あの、ベストな組み合わせってなると、やっぱそうじゃないかなというように僕は、 思う。次。ショーツの時のようにスラックスの変態的なこだわりを絵に絵を使いながら説明をしてほしいです。あーショーツね。これでも、えっ、ー、と、スラックスね。スラックスはいつかやろうとは思ってます。はい。僕を、の代名詞となるような動画として、変態的な内容をお届けしたいと思ってるんですけど、まあちょっとまだまとまらないのと、まあ説明がすごい難しいっていうのもあって、ちょっと、 まあ、後々回しみたいになっちゃってますけど、どっかではやります。はい。次。堂々と安さで服を選んで、これユニクロだよとか言ってくる方、言ってる方。安くていいものなんて探せばいくらでもあるんだから、なぜそれを選ぶの点点点ってなる。逆にハードル上げてそれ買い果てなってなるけどな。安さで服を選んでこれユニクロだよって言ったら安くていいもん。まあ他にも安くて、 いいものなんてたくさんあるでしょっていうことを言いたいんだよね。多分このことは。まあ、確かに気持ちはわかるよ。確かに安い服って今いっぱいあるから。それはいっぱいあるけど。でも、ユニクロほどのクオリティのその、なんていうのかな。安心感っていうんですか。ユニクロってやっぱその、劣悪なものがあんまり正直ないじゃないですか。あの値段にしてはね。あの値段でそんなデニム作れるみたいなのを普通に作ってくるんで。まそうやって考えると、 まあその、安いという範囲内で、まあ安定的で、まあそこを選ぶ気持ちっていうのは、まあ分からなくないし、見た目的に、あの、このデリムスはこんなこだわってんのに、ユニクロで4000なんだよ、すごくないって言ってくる気持ちは、まあ、分からなくないから。そういうことだよね、この質問者の方の。なんかちょっと意図を汲み取れてなかったらすごい申し訳ないですけど、って思うし、まああとね、まあ、言いたいのは、 もうほっとけと。うーん、もういいんじゃねって。あ、そうなんだ。すげえじゃん。いいじゃんって言って肩叩いてやれば、もうそれで終わりだと思うんで。はい。もうそれでいいと思います。はい。次。いつもルック見てから実物を買いに行くらしいですが、セレクトに行くことはありますかそりゃあるよね。<laughs> そりゃ、ルックを見て、だってセレクトにしかないブランドもあるから、そりゃ行きますよ。はい。あのー、唯一あんまり行かないのは百貨店かな。 伊勢丹とかは僕あんまり行かない。まあ、本当に伊勢丹にしかもう在庫がないとかだったら行くけど、そもそも伊勢丹にだけ入荷があることって、そんなに、うーん。まあ、それこそね、あの、まだ中小ブランドでセレクトとかにしかないようなブランドだったら、伊勢丹にしか取り扱いがないとかってことってあるけど、まあ、ラグジュアリーとかって、まあ、プラダとか特にそうなんですけど、基本青山に入んなくて、伊勢丹に入ることとか、ないんですよ。青山か銀座にはほぼ全て入ってて、 ま、自中会っていうのがあるのね。それでこうオーダーしたりとか、あの、前もって担当に言っとくとかっていうことができたりするんですけど、なので、百貨店はあんまり行かないけど、セレクトは行くよ。うん。行く行く。面白いしね。あの、僕もほら、こんなファッション発信してるけど、それは全部を知ってるわけじゃないので、初めて見るブランドもあるし、初めて触るブランドもあるし、ま、あとはま、セレクトってやっぱね、スタッフの人もさ、感度高いし、来てる人たちも、ね、あもう,うわ、ザー今っぽい感じだなっていう人とかもいっぱいいるから、まあ、見てて面白いのがあるので、セレクトは行きます。はい。 次。古着の定義は何ですかブランド古着も古着と呼んでいいのでしょうかうわぁ、これはさ、正直、古着系 YouTuber に聞いてくれっていう感じなんだけど、うんまあ僕の中でね、僕の中で、これは全く教科書、辞書には載ってない、えー、内容です、はい、この先は。古着の定義って僕はその当時、昔のその当時の時代の背景とか、時代を感じれるものが、 古着と呼ばれると思うの。だから、だから例えば2年前の、わかんないけど、ユニクロで売られてたものをリサイクルショップで買ったら、これ古着なんだよねっては、なんかちょっとならない気がするよね。まあリサイクルショップとかで売ってるものってすごい古いかっていうと、割と近年のものの、まあいわゆるリサイクルっぽい感じじゃないですか。だから古着屋で売られてるような、まあ90年代でもいいし、別に80年代でもいいんですけど、その当時の時代を感じれるような、 アイテムは一応古着っていうふうにそれが本当は呼べる。で、そういうリサイクルショップとかで売られてたりするのは、まあね、リサイクル品とかって呼ぶのがもしかしたら適切なのかもしんないけど、まあなかなかリサイクル品って言わないじゃん。で、じゃあそういうね、前の着てたリサイクルされた洋服を何て呼ぶかっていうと、世間一般的にはそれも古着って呼ぶんですよ。で、本来区別的にユーズド古着とか、レギュラー古着とか,かまあビンテージとか、まあいろいろそういう古着ってね、 まあ、あの種類って実際はあるんだけど、まあやっぱそこまで考えて発言する人とかそこまで考えるレベルの人って、まあ、世の中そうはいないから、なので全部とにかく、まあその、一度でもこう誰かが来て売られたものとかっていうのは古着っていうふうに、まあ今呼ばれちゃってるんじゃないかなっていうふうに僕は思う。だからブランド古着も、その、 ブランド古着っていうカテゴリーだと思うんですよね。古着とはちょっとまた、本来は別で、ただ古着という言葉が便利だから、まあブランドから前出てるものだよっていうことで、ブランド古着っていうふうにつければ分かりやすいじゃん、正直ね。伝わりやすいでしょブランド古着って言った方が。まあだから、そう、ブランド古着も古着なんですかって言われてしまうと、ちょっと難しいまあ正確には違うと思うんですよ。本来の古着っていう、その単品の言葉の意味とは違うんだけど、便利な言葉すぎて、 ブランド古着っていう風に呼ばれてる。だからブランド古着はブランド古着。古着は古着っていう感じかな。これちょっと難しいね。うん。あの、古着系 YouTuber いるんじゃないですかはい。あの、聞いてください。僕はそれぐらいしかわかりません。はい。次。スラックスはセンタープレスがある派でしょうかイエス。センタープレスは醍醐味だと思ってます。スラックスの。うん。まあ、やっぱり、あれがあることで出る雰囲気って全然違うし。やっぱり立体感出るんですよね。 センタープレスがあると、まあ、いわゆる裾のところね、あの、裾の仕上げ、例えばシングルでも、まあ、ダブルでもいいけど、きちんとこう、パキッと真ん中で折れるわけじゃないですか。あの、し形になるシルエットわかりますセンタープレス。これ正面から見てね。センタープレス、まあ、サイドのステッチ、後ろのこうね、あの、センタープレスの後ろ側があるでしょ。こうなるでしょこうなるじゃないですか。だから、そのひし形の形が好きで、あれがあることによって足首の細さっていうのが出ると思うんで、僕はもうほぼマストですね。はい。 次、前のプラダやバレンシアガのようなブランド歴史紹介とかして欲しかったりする <laughs>。して欲しかったりするっていいね、その表現の仕方が。あー、まあ、やりたいけど、ね、やりたいけど、逆にどのブランドがいいのだって結構皆さん知ってるでしょ多分。 なんかそんな気もするんで、まあ、ちょくちょく、例えばブランドのこんなコレクションが面白かった時に、あの、例えば冒頭の1分ぐらいでざっくり紹介したりとか、まあ、そんなことは今後もやっていこうと思いますし、まあ、もっとコレクションのレビューをもっとしたいんでね。だから歴史を単に紹介するより、ブランドの例えばこれまでのコレクションとかを皆さんに紹介して、結果として最終的に何本か見れば、 あ,あプラだってこういうことやってきたんだっていうのが歴史として知れるわけじゃないですか。まあなんか、そんな感じの方が面白いかなとかは思ったりしてる。でもまああの、もしリクエストがあれば、どんなブランドやってほしいか、皆さんね、なんかあればね、結構知ってると思うんだよね、皆さん。はい。あの、言ってください。次。かっこいい男とは。かっこいい男とは。難しいね。これはもう人間的ってことでしょうん。まあ僕はなんかこう、 やっぱ経験をしてきてる人かな、うん。やっぱ本当にいろんな経験をしてきてる人って、まあ魅力的になるんですよね。結果として。僕はそうだと思ってて、うん、まあ自分にないことをしてきてる人とかは魅力的に見えるし、実際僕の周りにいるかっけえなって思う。やっぱかっけえなって結構大人に対して思う。僕はこの同年代で、あ、こいつ人間的にね、かっこいいっていう人って。 そんなにね、ファッションはいるよ。ファッションは別だけど、人間的にかっこいいなっていう人って、やっぱ近い世代だといなくて、どうしても年上の方になってくるので、まあじゃあ自分のその世代っていうのと、年上の方との違いって何だろうと思うと、僕は経験値かなというふうに感じてるのでね。やっぱいろんな人と会ってきたり、いろんな仕事をしてたりとか、まあなんかそういうので会話の引き出しがある人とかは、ああ、おもろいなというかかっこいいなっていうふうに思う。ただその中でこだわり持ってる人かな。うん。 なんか、その、いろんな経験してきて、いろんなことやってきたけど、まあ、例えば服が好きとかね。まあ、こんなのが俺好きで、ずっとやってんだよね。とか、なんか、そういうのなんかある人は、かっこいいなって思っちゃう。うん。かな好きなものに、こう、没頭してないとかね。というのは、思いますね。次、LVMH プライズの予想。はい。え SS デイリー。はい。え龍之介岡崎。僕が紹介した2ブランドが、ジーファイナリストに残ってます。そして、まあ、副兵となるのは、東京ジェイムス この、まあ、三つかなと僕は思ってます。洋服のクオリティ見てても、この三つあたりがいくんじゃないかなーっていう、なんとなくの要素。まあ、東京ジェームスがね、またいいんですよね。あのデザイナーのイニエだけ、イニエ東京ジェームスって言うんですよね。だから東京って入ってるから日本のブランドっぽいとか日本にルーツあるのかなと思いきや、イギリスとナイジェリアにルーツがあって、結構クラシックなジャケットとかやるんですけど、なんかギミック効いてるし、そのまあ、ちょっとこうアフリカ系にルーツがあるような独特な色使いとか、 黄色のジャケットでなんかボタンがずれてるジャケットとかね、この前出てましたけど、なんかああいうの見ると、うわぁ、いいなぁ。竜之介岡崎があまりにも、うーん、まあアーティスティック、うん。もう本当にもう、これってファッション、まあファッションなんだけど、リアルクローズに着れないっていうところがちょっと難しいところだと思うのね。あんまり今まで、その LVMH プライズのファイナリストというか優勝者で、まあダブレットとか選ばれてますけど、リアルクローズからあまりにもかけ離れたものって、 選ばれた実績があんまりないのね、正直。だから、そこちょっと難しいかなっていうところ。で、テイスト的には SSD は受けも良くて、評価はされがちかなっていうところも正直ある、うん。まあ、若手のコンテストなのでね、これまでの実績をどれだけ見られるかわからないですけど、龍之介岡崎はまだプロダクトが少ないので、 まぁ s s イリーの方が、まあいろんなこうシーズンもね、もうやってるし、ファッションショーも、えロンドンミラノでやってるので、そういうのを見ると、まあちょっと有利なポイント。だから、なんだろ、単純にさ、面白い芸人って言ったらいっぱいいるじゃないですか。でも、M1 とかさ、コンテストになると、受ける芸人とさ、その提出が受けない芸人っているでしょ。喋らせると面白いんだけど、みたいな。龍之介岡崎ってちょっとそっち向けかなと、コンテスト受けするようなブランドじゃない気が、 するので、そこはちょっと怖いところなんですけど、東京ジェームズはね、そのど真ん中を行ってる気がするので、アバンギャロドさんもほどほどあるし、ほどよくあるし、えー、その、正当派だね、あの、テイラードベースなんで、えー、すごいその正当派もあるし、 うーん、まあ、来るんじゃないかな。あとウニニーーウ、ウィニー・ニューヨーク。ウィニー、ウィニー・ニューヨーク。ウィニー・ニューヨーク。言いにくいな。<laughs> っていう、そのちょっとデリムとかを使ったブランドもあるんですけど、まあそこも面白かったりするんですけど、まあ、インパクトで言うと SS ・デイリー、ノスケ岡崎。まあノスケ岡崎はね、日本人として応援したいし、SS ・デイリーはまあマジで面白いブランドなんで、ここ受賞したらあの販売方法で、 LVMH プライズをね、あの、受賞したらどうなるんだろうあんな、ワンオブアカイドで世界で1枚しかないです。で、オンラインで売ると速攻完売ですみたいなブランドって、この LVMH から支援を受けたらさ、どんな風になってくるのかなとかってちょっと気になるし、東京ジェームスはまだインスタのフォロワーは多分3.1万人とか3.2万人ぐらいしかないんですけど、まあ、まあまあめちゃくちゃ面白いブランドなんで、まあここ3つかなっていうところです。6分の3ぐらい答えてるんでね、50%当たるだろうと思われるかもしれないけど、まあそんな感じですね。はい。次。 今話題のガーシーチャンネルについてケイさんが暴露される可能性はありますかまあ、やっぱあるよね。うん。まあ、その僕ぐらいになってくるとやっぱあるというか。まあ、そのね、あのー、ラグジュアリーとかでね、まあ、いろんな芸能人を顧客に持ってたわけですので、まあ、いろんな逆に秘密を抱えてます、僕は。はい、正直秘密を抱えてます。むしろガーシーになれるんじゃないか疑惑。まあ、あるぐらいいろんな芸能人とかね、あれ、この方、奥さんいるみたいなのとか、あの、見てきちゃった、見てきちゃったんですけど、 えー、準備はできてます、僕は。はい、あの、もし、僕のね、えー、名前が出たら、はい。えー、答える準備はもう日々練習してるので、あの、トイレとかで、あの、大丈夫です。いつでも対応できます。はい。えー、嘘です。では次。地方出身なのもあって、ファッションが好きな人と交流するためだけに、シャープ、って。ハッシュタグって言えや。シャープって音楽家みたいになっちゃってるじゃん、これ。音楽ってあるよね、シャープってね。なんか、クレセントとか,なんか,とかあるよね。 シャープって、ハッシュタグって、カタカナで言ってくれればいいのに。ハッシュタグをつけるのはダサいと思いますかいいえ、思いません。はい。ハッシュタグは使い方だと思います。ただ、おしゃれさんとつながりたいとかは、あの、おしゃれさんとつながれないのでやめた方がいいです。はい。あれは、あの、正直おしゃれじゃない人とつながり、つながっちゃいますっていうタグなので、あの、おしゃれさんとつながりたいとかは絶対やめてください。ただ、普通にブランドのタグとかつけてればいいんじゃないあの、SNS って勝手に、あの、インスタグラムってある程度勝手に推薦してくれるじゃないですか。あの、 検索みたいな画面にいっぱい出てくるでしょ多分皆さんとかもうさ、可愛い女の子しか出てこないと思うんですよ。あの検索ボタン押すと。いっぱい出てくるじゃん。こう、おすすめ。あなたにおすすめです。みたいなのが。僕はね、いろんなブランドばっかりですよ。本当に女の子なんか一人も出てこないぐらい、ファッションばっかりです。私はね。たまにまあ猫とかな、可愛い赤ちゃんとかいるかなぐらいなんですけど、皆さんは多分、もうあの、巨乳の女の子ばっかりだと思います。正直。なんですけど、やっぱり服好きな人たちにとっては、服が結構はその、プッシュされる傾向にあるので、 そんなにタグってよりかは、普通にブランドのタグとかちょこっとつけるぐらいで、全然出てくるんじゃないかなとは思います。そういうつながりって生まれるんじゃないかなと、思います。あとはまあ、服だけじゃなくって、例えばちょっと行ってる、なんかご飯屋さんとか、あのー、その土地に住んでるよみたいなのを見せていくと、そのつながりって結構生まれやすいじゃん。服だけだと、どこの人なんだろうって、そのハードルが一個あるとさ、ちょっとこう、わざわざコメントしよっかなとか。 DM しようかななってあんま思わないでも例えば東京の新宿によく行く壁に行ってる写真とかさ、あの、載せてたら、え新宿は俺も結構エリア近いんだけど。もしかしたら会うかもしんないですね、みたいなのよくやるじゃん。あの、インスタとかのコメント欄で。ああいうのできる可能性あるから。 たまに、その、服服服服、え、たまにライフスタイルみたいなの乗せていくと、結構そこ、ラーメン乗せるとね、え、俺もラーメン好きなんですけど、今度、よかったら一緒、どこどこのラーメン行きませんかとか、生まれたりするじゃん。だから、服だけで繋がろうとしないで、服やってるけど、俺ラーメンとかも好きだぜとか、本読むの好きだぜとか、なんかちょこまか出していくのがいいじゃだから、もっと自分の人間というのをさらけ出すと、そういうのができる可能性があると思うんで、まあ、ハッシュタグに頼らなくてもなんかできる気はしなくもない。おしゃれさんと繋がりたいだけは、まやめましょう。はい、あれはおしゃれさんと繋がりません。はい、次。 避難する服、避難する時の服とかありますかまた何を重視して決めますかうわぁちょっとこのなんかセンシティブな内容だね。あまあ、あのー、ないです。服は何基準とかって言われる、その何を重視ってなると難しいけど、まあ、夏とかはね、特に難しいよね、正直に。でも、やっぱまあ、とにかく持っていくことだと思うの、僕は。もうその、 なんかっていう選ぶより、まあ、とにかく適当にバッグとか紙袋に詰めて、何でも持っていくこと、それが布団になるかもしれないし、誰かにね、あげれる機会があるかもしれない。なんか、傷口にわかんないけど、ゲームみたいな話だけど、なんか結べて止血できるかもしれないしとか、いろいろ思うと、まあ、僕あの、ちょっとボランティアをね、学生の時に気持ちをやってたことがあるので、まあ、それの経験があるので、まあ、そういう風な知識ってちょっとあったりするんですけど、思うね。とにかく、あの、もうガッと持っていくっていう感じです。はい。 そんな感じ。はい。次、ボッターのスパイクが乗ってるカードどう思いますか個人的には好みなんですけど。あれね最初見たときすげーと思ったけどね。正面から見たとき、あ、面白いじゃんと思ったけど、あの、なんか靴の上にスパイクがぐにゅってこう乗ってるシルバーとかが出て。まあ、正直ね。あの、正直言の、個人的にこの方が好みなのはすごいんですけど、逆に個人的な意見で返すと、あれはやりすぎかなー あれはね、ちょっと僕の中ではやりすぎ。でも、あの、ショーでは、だいぶインパクトもあったし、あの、面白いなと思いますよ。しかも、銀とかね、ああいう色なのが良くて、あれ普通に黒とかだったら別にあれを可愛いみないんですけど、銀とか、ああいうね、なんか光沢のある色って結構面白いなと思ったので、いいんじゃないですかはい。次。ガリガリ用です。違うな。えー、ガリガリ男ですか <laughs> えっと、ガリガリ用じゃないね。ガリガリ男ですかすいません。えっ、ー、と、特に太もも。なんか何着ても似合わなくて、服選ぶのが怖いんです。怖いんです。 ガリガリに似合うようなスタイルを教えてほしいです。おー、ガリガリに似合うようなスタイルまあ、それこそサンローランとかね、そういうのでいいんじゃないかなと思いますけど、スタイルというか、細いパンツを履くようにすればいいのかなと思います。まあ、でもね、これちょっとこの質問のテイストから僕が組み取るのは、まあ、ちょっと多分精神的なところというか、考えすぎなだけだと思うのでね、正直この方。 まあ、ガリガリなのをコンプレックスに感じてたりとか、どうしていいかわからないっていうことかもしれないんですけど、似合わなくてもいいんですよ、ファッションって。別にファッションって、その、自分に似合う服を着るわけじゃなくて、なんかこう、自分が好きな服を着るんですよね。だから、この方が、単純にだよ。単純に、何も考えず、えっ、ー、と、よく行くお店とかに入る。じゃあ、ショップに入る。ずーっとさ、服見てると、あ、なんかいいなって思うのって、絶対あるじゃん。例えば、絵が超嫌いな人とかでも、興味ない人でも、 美術館お前1時間行ってこいって言ったら、何の絵一番良かったって聞いたら、まあ、あそこの、あの2階の角にあった、あの花の絵は良かったねとかっていう風に、なんか1個刺さるやつあるじゃん。それ買ったらいいんだよ。あの、好きなように着るっていうのが、まずはファッションの一番の魅力だと思うのね。それで結局自分のテンションが上がったりとか、だから、似合う似合わないは、正直もう置いといてもいいのよ。うん、それっていろんな、もちろん似合うのが着たいっていう人もいるし、似合わないのが嫌だって感じる、いろいろ感じ方あるけど、 こういう考え方になっちゃうね。いろいろこうネガティブに考えてしまうんであれば、似合わなくても好きなの来たらっていう感じ。いや、似合ってねえって言われたとしても、自分が楽しんだったらそれでいいと思うし。で、それでまあ、そのね、考え方的に少しポジティブになってきたのであれば、少しずつ自分に似合うものを考えたら、いきなり自分に合うか合わないかとか、来て似合ってるかなとか、そういうのと不安に感じる必要は僕は、 ないと思う。今ってほら、オーバーサイズもさ、定番したし、定番化したしさ、サイズに関して緩い時代じゃん。昔は結構、自分の体に合うものが、割と着てる人がこう、オシャレでかっこいいっていう時代があったけど、今って、袖がちょっとこうなってようが、まあ、逆にこう、短がろうが、別にそんなにそんなに、いやね、あの、誰かが何とか言ってくる時代じゃないんで、あの、自分の好きな服を純粋に着る。だから、外に出て、選ぶの怖いかもしんないけど、まあ、それは友達とか、まあ、彼女がいたりとか、パートナーがいたら、それと緒と行って、 まあ、その自分が、ああ、この服は好きかもっていうやつを似合わなくても買え。はい。それです。はい。本当にもう、本当にどうしようもなくて、マジで服嫌いになりそうだったら、あの、DM してください。はい。次。えー、大学2年生です。服が好きになったばかりなんですが、初めはダサいと思われたくないという気持ちから服を気にし始めました。今は周りよりもおしゃれになろうと頑張ってるのですが、K さんならどういったことを意識しますか 絶対に周りに負けない <laughs>。ここですね。あの、正直、今僕の立場からすると、周りと比べても何もないよっていう風に言いたいんだけど、僕も服好きになりたいとき、なりたてのときって、もうバチバチ他の人と競ってたの。前もサブちゃんちょこっと言ったけど、あいつがなんか買ったから俺も買わねえととか、あいつ面白いスタイリングしてるから俺も持っていかねえとっていう、逆にその競争心って、大人になってからは、 無駄だったなアホだったなってはなるんだけど、多分この人、僕とそういう同じ道を辿ってると思うんですけど、なるんだけど、逆にそれはそれでね、そういう時期があると、いろんな挑戦をしようとか、こんなブランド着てみようとかっていう風に、 結構その逆にこうエンジンがかかるというかね、服に対してめちゃくちゃ熱くなれるので、その周りよりもっていう、ここいいと思うんで、まあね、あの、大人たちから、いろんな他の視聴者から見たら、いや、比べるなんてダサいよと思うのすげえわかるんですよ。僕が過去にそうだったから。それわかるけど、そういった時期がないと、自分自身で比べることがダサいのかどうなのかっていうのは、自分自身では判断できないじですだから経験という意味でも、周りとバチバチやった方がいい。あの、周りを批判せずにね、周りを批判するんじゃなくて、 あいつすげえなとか、あいつのスタイリングここ面白えなみたいに、周りを見ながらいいところ吸収して、いいところ真似して、あいつよりも面白く自分だったらどうしようっていう風うに切り替える。うん。他人が出せえとか、そういうバチバチじゃない。喧嘩みたいなバチバチじゃなくて、周りにサッカーみたいに周りにゴール決めるストライカーたちがめちゃくちゃいっぱいいるから、俺もなんとかしないとみたいな、そういうなんか活躍しようとする欲みたいなってスポーツ選手とかってあるじゃん。そういう感じ。 あいつ下手くそんだよ、みたいな。あいつ周りがいいからだよ、とか、そういうのじゃなくてね。自分でどうやったらできるかな、っていうのを考えていくのが、いいと思う。で、2年後ぐらいに、俺、あの時バカだったな、って絶対思うと思う。まあ、それは、あの、大人になってから、あの、服好きの友達とお酒を飲む時に、いいネタになりますので、やった方がいいと思います。はい。そんな感じです。次。商品が入荷したとか、より知りたいから、ショップサイトとかと、え、連絡先交換するのはありですかおー、まあ、その、その方がいいならありじゃない 例えば、ラグジュアリーだったら、お客さんとは、えっ、ー、と、直接的なやりとりが、まあ、いいブランドとダメなブランドがあって、僕がいたブランドはどっちもダメだったので、個人的な、あの、連絡先、僕のゼロ、何、ゼロみたいな、あの、個人的なやつよりかは、会社の携帯、スマートフォンに連絡してもらうためのやつを教えたりとか、アプリを取ってもらうみたいな感じなんですよ、本当はね。 あの、会社用の LINE があったり、グッチとかはそうですよ。グッチの販売員ってその会社用スマホに、その LINE があって、そこに、えっと、お客さんに登録してもらって、LINE でやり取りはするんだけど、その販売員の個人アカウントではないっていう感じなので、まあそういうのだったら OK だと思うし、セレクトとかフルギアとかで別にそれがあっちが OK してくれるんだったら、僕は全然いいと思う。ただ、僕はですね、あの、裏で交換してましたね。はい。あの、あ、この人とは繋がっとかなきゃやばいって、あの、綺麗なお姉ちゃんだからとかじゃないよ。綺麗なお姉さんだからとかじゃなくって、 はい。なんかも言いますが、綺麗だからとか、可愛いから、じゃないです。はい。じゃないんですけど、この、あ、この経営者やっべえとか、この人勉強になるわ、と思ったら、密かに交換して、とかは、あの、やってました。今でも、そういう人たちと繋がりがあります。はい。まあ、こういうで悪い販売員もいますので、あの、密かに聞いてみたりするのは、いいかも。まあ、もちろんダメだとは思うんですけど、ぐらいで入るのがね、いいんじゃないって感じ。はい。次。フェンチェン1についてどう思いますかフェンチェン1、うーんどう思う ジャケットとコートはいつもおもろい。ジャケット、コート、ブルゾン。うん。この、アウターはね、いつもおもろい。まあ、パターンがユニークで、えー、っと、ドッキングというかアシンメトリーやったりするんだよね。この前ね、ジャケット、レディースだったんかななんかポケットのところにアーチかかってて、背中にこう、ちょっと、ゴム引きみたいなストラップ、あの、ベルトがついてるみたいな黒のテイラードジャケットが出て、それまあ良かったし、 今年、去年か、去年の秋冬ぐらい出た、フェンチェワンの FENG とかあるじゃん。あれがちびばめられたメタルロゴテイラードジャケットみたいなやつも、まあロゴなんだけど、まあ文字が散らばってるから、なんか、あ、これは面白いかもって思ったのもあったし、秋冬で出た、あとトレンチね、あの、ハンドペイントのストライブみたいなのが書かれたトレンチとか結構面白かったから、アウター類はすごくいいと思う。でも、 その他のアイテムがね、T シャツとかが割とこうもう、なんか最近なんかあの、フェン、何 ?FCW みたいなさ、ボコボコっとしたなんか、フェンチェンワンみたいなロゴの T シャツとかばっかやってるから、なんかちょっとどうしたっていうのは思うけど、実は見てみると、コートとかジャケットは結構いいですよ。あの、女性の方もし見てたら、あの、フェンチェンワンのレディースのジャケットめっちゃいいのありますよ。ショートジャケットで、かすごいカッティングで超短い、ほんと今っぽいやつ。 あれ、だから、中にスキニー系のトップスとかね、アレキサンダーワンとかさ、ああいうのを入れて、あの、ショートジャケットに、まあ、ヘ出しとかだったら、超いいんじゃねって思ったりしてるんですけど、アマン R に言うとね、欲しいって言うんでね、これ黙っときます。はい。次。ラグジュアリーブランドの販売員のインターンなどはあるのでしょうかないです。はい。これはやっぱりラグジュアリー。まあ、どの会社もそうなのかもしれない。ちょっと他の会社がわかんないですけど、やっぱラグジュアリーって、まあ、ちょっと特別な空間で、あの、研修とかももう、 ガッチガチなんですよね。僕の入ったところは、新卒で入社して、1ヶ月、丸々研修、ずっと座学、販売員としての振る舞い、言葉遣い、なんか礼儀作法の先生来たりとか、本当にそういうのガチガチにやって、もう1、1人前の販売員ってなったら、やっと店頭立てるんですよ。だから、インターンで少し立ってもらうとか、そういうことはできないので、ラグジアリー販売員になるためにはもう普通に試験を受けるしか、就職試験を受けるしか、 ないです。はい。某、セレーショスー、ス、トゥー、あ、スーディオスってことこれ隠す意味ある別にいいやうん。ストーディ、しかも丸の数おかしくね。D、DIO ぐらい入るよね。丸3つぐらいつけてよ。 なんならあのさっきのシャープの人と一緒でこうなんかちゃんと言ってくれない別にいいや。言ってよ。と、じゃあその、まあ、そのままでも読むよ。ボーセレれしょ。えー、坊せれしょ。スタュディオスって商品買うとスタッフと LINE 交換をお願いされてご利用ししてくれてよく聞くけど、業界内でも有名なのまあ、有名ですね。まあ、正直、うーん、業界内というか多分服好きの間で有名っていう感じじゃない 別にラグジュアリーとかで働いてて、そのニュースが入ってくるかっていうとそうじゃないけど、あの、服好きとして生きてると、やっぱこれは入ってくるよね。うん、まあなんか、うーん、ううん、うん、まあね、まあその会社のやり方ですからね、しかも業績は結局いいわけなんだね、店舗いろいろ出したりとか、まあ、嫌だって感じてる人もいる反面、まあネガティブな声って広がりやすいんでね、逆にそれがいいとかさ、あの、販売員から、 シンに何でも言ってもらえるの嬉しいって思ってる人たちも中にはいるっていうことだと思うので、まあね、ご了承って嫌ですけど、中にはポジティブに取られてる人もいるっていうのは事実そうなのかなというふうに思います。はい。ちなみにさっき質問4つって言いましたが、2個セットだったので、もう残りラストです。はい。プラダのモノリスのような独特なソールの張り替えや修理は可能ですかソールの張り替えできる方が長持ちそうでなかなか買う勇気ができません。モノリスは修理できないですね。はい。 補強ぐらいだったらできなくもないけど、多分、ちょっとモノリスを修理に出したことがないのであれですけど、あの、ソールの色が若干変わるって言われるかもしれない。けど、張り替えとかはできないです。はい。まあ、ラグジュアリーのアイテムってさ、シューズって、まあもちろんできるものも中にはあるけど、ああいうファッション性というかデザイン性が高いものって、もう、 一発本番なわけですよ。だから、僕何回も言ってますけど、今を楽しむものなんで、本当に長持ちさせたいっていう場合は、まあ、もちろんケアをして、えっ、ー、と、あんまり履かないというか、ちゃんとこう、日替わりでね、交代させてあげる。その、例えばモノリスを買った、やっと買ったから、一週間でいっぱい履いてやろうとかね。そういうのはやっぱ靴にとってはもうダメージ、ダメージ、ダメージでしかないので、まあ、まあ、ラグジャリーのシューズってこう、着用回数が決まってるようなイメージで、もう100回履いたら壊れますみたいなもんだと、 なんとなくイメージするとね、あの、いいと思うんですけど、だから、一週間でいっぱい履いたらその分ダメージは受けるし、ただそれが週に一回とかだったらそれ長持ちするしっていう感じ。だから、僕も、その最初すごい気をつけてたのは、やっぱその一足をね、何回も履いちゃうと、それはすぐダメになるから、もう交代制ですよね。まあ今日はあれだったら次はあれ。で、またその二日間また休めて、まあ来週になったらまたこいつ履こうかなみたいなぐらいでしか履かないので、 まあそういうので長持ちをさせるしか正直方法がないんですよね。ああいうデザイン性が高い。僕の例えばラバーソールとかもそうだし。だからもうそれはもう今楽しむものとして買うしかない。で、長持ちしたい革靴が欲しいんであれば、ベーシックなものを買うか、まあそういう老舗の革靴とかでいいものを買うしかないんですよね。だから僕プラダンとかのシューズっておもちゃって言ってるんですけど、もう本当に使って壊れたら終わりっていう。それを直したりすることはほとんど難しい。まあ中にはできるタイプもあるんですけど、難しいので、 まあ、それを踏まえても欲しければ買うっていう感じですね。だから、逆に高いんですよね。あの、そういうの考えると。一発で壊れたら終わりのシューズに15万とかね、17万とか出してるわけなんで、それは高いよねって思うけど、まあ、それでも欲しいんだよね。うん、っていう感じです。はい。終わり。すいません、さっき4つとか言って。あの、よく見たら2つセットだったんで終わっちゃったんですけど、はい。あの、こんな感じですね。今日はもう、終わり。あの <laughs>、今日僕これメイン、メインじゃねえか、サーブ3本目で、もう取って、はい。 えー、飯食います。今ちょうど1時ぐらいになったんで、一回飯食って、えー、その後は、夕方ぐらいまでは、編集ですね。はい、サブの編集。まあ、サブの編集はね、正直動画を再生して、であの、写真挟めたきゃならなんですよ。メインもちょっとね、あの、数本あって、撮り溜めが。それを編集しないといけないんで頑張ります。はい。皆さんもはい、じゃあこの後というか、えー、皆さんこれ夜見てんのかな かもしれないんで、まあ仕事であったりとか、えっ、ー、と明日の何学校や仕事、バイト、はい頑張ってください。バイバイ。